最初にちょっとお伝えしておきたいのが、本日ですね、スペシャルなゲストの皆さんと一緒に同行させていただきました。なんと土屋守先生と京都のバーテンダーの皆様なんですが、やはりですね、見学の中でどうしてもiPhone で撮影をしてるんですよ。なのでマイクがちょっとついていないためですね、どうしても声が届かない部分だったりとかがあると思うんですね。ですので今回なかなか聞こえにくいところっていうのはカットさせていただいてます。その分ではないんですが、この YouTube よりもはるかにウイスキーガロア、そちらを読んでいただければ事細かく詳細が書いてありますので、そちらの方もチェックしていただきたいと思います。ここはですね、もともと臨済工場だったんですけど、京葉地震の際にもう崩れちゃったので、昨年9月から改修をしまして、全部きれいにして蒸留所という形でさせてもらっています。おそらく見ても分かると思うんですが、シリーダル、うん、弊社はもうメインにさせていただいております。弊社もブレンデッドを作らずにもうシングルホールドになるので、シングルカスのシングルカスのみとか、まあ、よく言われます変な蒸留所とか普通は樽一個一個にストーリーがあるっていうのを、まあ、樽仕入れるところの手でもあったので、まあ、それを最大限に生かすストーリー上としてやっていきたいなと思います。ここでもう全部の一人で、これでも全部一からもらう、どうしても爆弾は芸術とか立場が粉砕から色々今全部自分たちでやろうというので、美しくそのことが立場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 何も書いてないのが最初使ってたオーストラリアから、うん、でちなみに国産使ったのもあります。 JP バーと E がイングランド、 E と書かれてるのがイングランド産のモルト麦芽ってことですね。あとは最初はオーストラリアっていうことです。でジャパニーズ産のモルトも仕込んでるということですね。今使ってる麦芽、そうするとイングランド産、オーストラリア産、ノンフィートバッグを使って振り込んで1本を振り込んできて、ワンバッグの仕込みじゃなくて250匹で、これを4トン、これが1トンバッグなんですよ。これが1トンで、それを4分割して250でやって、ワンバッチで仕込んでいくってことですね。あそこが麦芽粉砕機、今1日1時間、はい、ああ、なるほど
三番バテ重ってことなんで結構サラッとしてる感じ。あんまり4番バテ重ですか。結構サラッと。よくない。全体的に どこ社製になるんですか？これも同じ中国の。あ、はい、このメトって書いてある。メト。ここなんです、ね。結局全部中国製です、ね。うん、でその方が壊れた時に修理出しやすい。はい、あ、確かにそうですね。メンテナンスがしやすいという点で、みんなやっぱドイツ製とか、はい、男性選びたがるんですけど、はい、ちょっとそのことを考えて、はい、中国製で揃えたのかな。これがドラフですね。はい、もうお湯が今3杯十分に糖を出した状態のもみ殻みたいな感じです。もみ殻です、はい、結構そのドラフをかき出すのがおそらくすごい大変なんですよね、重労働で。おそらくあそこの蓋を開けて、これを当てて、で、かき込んでいくということだと思うんですよね。パージングという作業です。パージングという作業、うちは4回やりますね。で、4回やって、1回200リッター入れます。200リッター入れて、絞って、また200リッター入れて、絞ってというふうにして、あっちの発酵槽の方に900リッター溜まるまでやります。250キロのバグアから900リットルのバグ汁を取ります。で、残ったバグ汁は次の日に使うので、また別のタンクに移して、この中の殻を取り出して洗ってっていうのが1回の対応です。ビール用の発酵槽ですね。なんでビール用なのかって言ったら、ビールもちょっと作りたいという社交でのビール、別に発酵させる分には何の問題もありません。これが明日上陸予定の、はい、冒頭ですね。まあ冒頭というか、もう募集ですね。はい、あります。うん、あ、なんかまあ、もちろんややビターさんなんですけども、ちょっとなんかマスカットフレーバーのような、うん、味わい特徴ですね。うん、うん、でフルーティーで美味しいビールっていう感じです。はい、結構ドライイーストって高いんですよね、はい、これで1個で1万円いやーしますよね。でこれ1回で半分から3分の1、はい、使うと言われます。あー、なるほど。250g 仕込みで半分から3分の1ぐらいを使用するっていう、はい、この中が実はあのビール酵母を培養してるんですよ、バケツの中でですね。で、さらにドライイーストというパックがあるんですけども、顆粒のやつですね、それをこの中で溶いて、溶いた後に発酵槽に入れるということですね。で、発酵槽はあれ実はあのビール用のタンクになっております。ですので、ブリュワリー酵母と、さらには、ディスタリー酵母、この2つを使用しているっていうのが、非常に特徴的だなと思います。で、一方でそのディスタリー酵母だけだったらアルコール数が 12% まで上がるそうなんですよ。ただ、ブリュワリー酵母、まあ、その自家培養ビール酵母っていうんですかね、これだけだと 5% までしか上がらないらしいんですよね。まあ、それを混ぜることによって、目指している方向性の香味をつけていくっていうことですね。この中に酵母を入れて、だいたい4日後から5日後にこれを蒸留します。で、その場合、このタンクから直接この蒸留器、この中に、なんとこの中にですね、処理器が入ってるんですけど、まだこちらに立てる前のものです。そちらを公開させていただけるということで、こちらの方カメラを、はい、撮らせていただきたいと思いますですねすごいですね、めっちゃピカピカですね。ありがとうございます。あれ、奥がネックになる。おぉ、あぁ、ベルブは無謀ですよ。これは何ですか。これは冷却、あ、シラムチューブ。ほんまや、ほんまや、冷却だ。こんな感じで入ってくるんですね、カットしてるか皆さんは暑いと思うんですけど、この環境であえて熟成を進めることで、まあ、もちろんエンジェルシアも多いんですけど、まあ、冬寒い分、軽に影響を与えて、より濃いウイスキーっていうのを私たちは目指しているっていう蒸留
所になります。うちのウイスキーは2025年に発売いたしますので、一番言われるのは置き場所があるっていう。置き場所は、はい、何年でも1段目と2段目の味が変わるとそうですね、結構言われるので、はい、ただもう全部1段目、丸1段めちゃめちゃ贅沢ですよね。こちらの方がいいですよね。あと下は土じゃなくていいのかとかよく聞かれるんですけど、土よりはこっちの方が管理しやすい。山ガッキーの量熟成庫は確か土の部分があったりするんですよね。それで言われるんですけど、まあうちはこのコンクリートこの方が熱くなりやすく冷たくなります。温度差が出やすいので。年間のグレーの寒暖差ってどれぐらいなんですか、ね、基本的にそんなに大きくない。お、まあ、今日みたいな30度超える時もあれば、はい、まあ、氷点下ちょっといくぐらい。どうしても海が近いので、ね、海が近い場所っていうのは年間を通じた温度差が小さいんです。内陸に行けば行くほど温度差が高くなる。なので、あえてこういう風に内陸的な環境にしてある周りが海風とか何もない。簡単に自分で組み立てれるようなの、うん、やっぱり業者に。業者ただ、海外では本当に自分たちで組み立てたり、あのパイプのやつとか全部自分たちでやるたりの人も今、本当に。で、僕ら京都のアニーホールバーで働いているバーテンダー店長の荻野と北川です。YouTube チャンネルでアニーラボでウイスキーに関する教材動画をまとめてますので、そちらもぜひいいね登録してください。よろしくお願いします。じゃあ今の初流期というか、まあ最終的にあれが最流期になるわけですが、この光景ってかなり希少ですね。はい、今だけしか収めることができない映像なんじゃないかなと思います。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございます。ということで、おやすみなさい。